ドリームプロジェクト。僕らの夢が、また、時空を超える。クロノトリガー。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は、一周目の時の最果て到達時の、ラボス本体戦だぞ。兄貴、いきなりは無謀です。瞬殺だー。瞬殺だー。兄貴、これは無理ですよ。ラボスの奴が、ホクソエンでやがる。現状のロボも見ておくか。序盤最強の、チタンベストをつけたロボなら、耐えられるはずだ。防御力が127もあるからな。ロボだけ防御力が、100以上ありますからね。兄貴、ロボもワンパンでスクラップです。まあ、知ってたがな。威力が前回の外角と、団地です。瞬殺だー。瞬殺だー。兄貴、うちのドッペル君は、すでにクソの役にも立ちませんよ。兄貴、これを作業で解決できるんですか？早速、作業現場に向かうぞ。前回のたったマラソンを、アップグレードするぞ。兄貴、それ前回教えてよ。前回の作業は、何だったんだ？前回のタッタをかわして、魔物のところまで進むと、全部で6匹倒せるからな。兄貴、すごい。前回の作業が、ゴミじゃないですか。前回のお前には早すぎたからな。私は、マガジンを読んでるからな。あとやっとけよ。兄貴、作業よりマガジンみたいです。ひひ。兄貴、聞いてねえわ。無波。一回の作業工数は、55秒だな。ぐふ。もう、1レベル上げるのに、50戦以上だわ。ケラケラ。気になって仕方ねえ、兄貴。どうだ、終わったか？私は、サンデーも見終わったぞ。兄貴、私も漫画みたいです。どうやら、工数が出たようだな。兄貴、ここで91時間作業できれば、レベル99までいけます。いけるんじゃないか？もう一声欲しい。仕方のないやつだな。次の作業現場を、もう見ておくか。プテランノスまで進むぞ。プテランノスまで進めていいんですか？兄貴。原子を散策しても、シナリオは、まだ時の最果てのままだからな。よし、ここのサンタナを借りまくるぞ。ここのサンタナは、1ターン目に、クロノを寝かせてくれるからな。先に、玄武を倒すんだ。岩みたいなやつですね。中途半端にちょっかい出すと、爆発するからな。サンタナ以外は、全体魔法でワンパンしておけよ。兄貴、すごい、経験値が300超えます。調子に乗って、MP を使いすぎるなよ。プテランノスから回復ポイントまで、遠いからな。シェルターを使えばいいじゃないですか、兄貴。アホ抜かせ。シェルターは、未来に戻らないと買えないぞ。我々は、効率化も目指しているからな。私は、スイッチで遊んでるからな。あとやっとけよ。兄貴、作業よりスイッチがいいです。兄貴、トリップしてるわ。最初の攻撃で、確実にクロノを寝かせてくれる。一戦あたりの工数は、約55秒かかるけど、経験値311で、戦闘回数を相殺できますよ。こんなのあるなら、先に教えてよ、兄貴。5時間もスイッチで遊んだぞ。兄貴、こっちは5時間作業です。どうやら、工数が出たようだな。兄貴、ここで80時間作業できれば、レベル99までいけます。いけるんじゃないか？兄貴、まだ隠してるよね？無駄なことをしていた割には、プレイ時間も50時間以内と上々じゃないか。兄貴、ほとんどの時間が、無駄な作業です。よし、ステータスを確認してみるか。マールとルッカのレベルが、60でいけますか？兄貴。先陣は、クロノのレベルが55で、本体戦を突破しているからな。よし、本体戦行くぞ。開幕の後派は、食らってしまうからな。兄貴、ダメージが3分の1になっています。
うむ、魔法防御が、99の星だからな。レベル60で、マールの HP も999に到達するぞ。兄貴、ブーメランが相変わらず痛いです。うむ、マールとルッカのレベルを上げても、体力の数値をカンストできないからな。ヘイストとプロテスをかけ終えたら、両腕を一気に破壊するぞ。兄貴、準備に時間がかかりますね。うむ、クロノトリガーは、ヘイストが全てだからな。兄貴、プロテスがあまり効いてません。うむ、二発で落とされないための、単なる保険だな。さあ、ここから一気に行くぞ。兄貴、反作用ボムがやはり強いですね。うむ、全体攻撃では、4番目の威力だからな。二人技での全体攻撃では、最強だぞ。兄貴、前回より、レベルを10上げただけなのに、一気に雑魚感が出てきましたよ。まあ、先人が、クロノのレベルが55でできたことを、レベル60で、クロノ抜きでやってるだけだからな。兄貴、クロノを抜いただけの単なる真似ですね。よし、一番弱い右腕を落としたぞ。ここで、すぐに左腕を破壊しないで、回復とかしておけよ。兄貴、しばらくは敵の単体攻撃ですね。次の攻撃は、加水力だからな。よし、ここで、左腕だけを破壊するんだ。兄貴、意図がわかりません。左腕だけを破壊すると、1ターン稼げるぞ。兄貴、両腕を破壊しましたね。1ターン稼げたから、次の邪気までに、回復しておくんだ。兄貴、高級品のミドルエーテルを。エーテルだと MP10 しか回復しないからな。邪気が来てしまった。我々の装備では、100% 混乱してしまう。兄貴、偶然、味方を攻撃しませんね。うむ、乱数の調整に失敗したな。次の敵の攻撃で、正気に戻るからよしとしよう。兄貴、毒です。毒状態は、攻撃力が下がるから、回復するのを忘れるなよ。兄貴、飲み比べで稼いだお金で買った、万能薬ですね。そうだ、1話の作業は、無駄な作業ではなかったぞ。兄貴、1話の作業は、完全な無駄な作業です。うむ、このまま進めると、ミドルエーテルが足りなくなるな。兄貴、ミドルエーテルは、まだ買えませんよ。うむ、バイクレースをやるしかないか。兄貴、バイクレースで狙って、333とか777とか出すのは、不可能です。うむ、ならハイエーテルを狙ってみるか。兄貴、バイクレースで2300点以上は、ジョニーをほぼ貫通しないといけませんよ。うむ、作業とバイクレースは、どっちがいいんだ？どっちもやりたくないです、兄貴。うむ、この後の作業次第だな。兄貴、反作用ボムの威力は、3600なので、6発必要ですよ。うむ、敵の攻撃が1巡では、無理そうだな。なんとか2巡で終わらせるぞ。こっから2分かかりますからね。作業しかしてないので、話す話題がないです、兄貴。適当なことを言って、時間を潰すぞ。そういえば、なんでクロノをレベル1のまま、ストーリーを進めるんですか？うむ、いい質問だな。クロノトリガーは、戦闘キャラを寝かせると、ボスの技の挙動が変わるのは、4話で話したはずだ。ガードマシンが、反撃デルタアタックを、しなくなりますね。うむ、戦闘キャラを寝かせることで、敵の連携技の一部を、封印することが可能だ。そんな情報は、攻略サイトに載ってませんよ、兄貴。うむ、低レベル攻略とかをしてないと、普通は気がつかないからな。今回の冒険は、封印できる技を、すべて調べるのも目的の一つだからな。兄貴、シャイニングをぶちかました方が早いので、興味ある人いないかも。アホか、この後のラスボス戦でも、技が封印できるんだぞ。
最強技ランキングとかにしか、一般的には興味ないですよ、兄貴。よし、なんとか時間を潰したな。ここで、メガトンボムで HP を調整すると。兄貴、いい感じに仕上がりましたね。うむ、私のコンピューターの計算通りに仕上がったな。ここで、ドッペル君を起こすぞ。兄貴、ドッペル君最強の火炎車輪ですね。うむ、ここで満を持していくぞ。兄貴、すごい、レベル1のドッペル君がやりましたよ。うむ、一応ラボスを倒せたな。よし、本対戦は1回でいけたぞ。兄貴、桁が違います。このまま、ラボスコア戦も見ておくか。コア戦の前にセーブできない、鬼畜仕様ですからね。うむ、回復できないで、いきなり始まるからな。兄貴、すでに MP がないです。そうだ、我々には、エリクサーがないからな。あがいてみたけど、途中はカットだ。兄貴、ワンパンです。我々の最強防具のチタンベストが。うむ、ラボスのパンチ力は、尋常ではないな。このダメージをどこまで減らせるかだな。兄貴、レベル上げで解決できる気がしません。まだ、ロボなら耐えられるかもしれん。兄貴、ロボは本対戦でワンパンされてました。瞬殺だー。シュンコロだー。兄貴、これをなんとかできる気がしませんよ。バッドエンディングも、ここらで見ておくか。兄貴、我々は、すでに何十回も見てます。ラボスに負けた時しか見れないからな。トルースに直撃です。落ち着け、各地の状況はどうだ？所長が誰だか知ってるか？設定ありましたっけ？うむ、アリスドームのじいさんの、先祖ってことになってるな。種もみのじいさんですね。アルコリも、ジョラスも、メリーナも、壊滅状態です。所長、ここも危険です。総員シェルタードームに退避せよ。所長、所長は？時間がない、急がんか。兄貴、ゲームオーバーしましょうか？アホ抜かせ、ここから人類の限界が試されるんだぞ。さて、このままでは無理だからな。作業の続きを始めるぞ。兄貴、どこまでやるんですか？まず、マールとルッカのレベルを70まで上げるぞ。兄貴、それは何時間かかるんですか？うむ、それも調べておけよ。私は、今夜は寝るからな。朝まで、サンタナマラソンをやっとけよ。誰が？兄貴、もういねえわ。サンタナマラソンは、すでに工数が、55秒とわかっているから、計算ができてしまう。計算すると12時間か。朝までにギリギリで、手が抜けないじゃないですか、兄貴。マシーンになりたくないです、兄貴。起きたぞ、終わったか？兄貴、12時間も寝すぎです。よし、ここからは、ロボの育成に切り替えるぞ。ロボを戦闘メンバーで使うからな。さらに効率のいい場所で作業を行うぞ。もっと効率のいい場所があったじゃないですか。それを先に教えてよ、兄貴。うむ、この場所はサンタナが2匹出るからな。よく見ておけ。ロボのロケットパンチからでしか、サンタナをワンパンできないからな。回復ポイントが遠いから、MP を使いすぎるなよ。日曜日だから、私は出かける。兄貴、お土産買ってきて。兄貴、もういねえわ。一戦あたりの作業工数は、約45秒だな。経験値も工数も、今までで一番いいじゃないですか。これまでの作業が、全部ゴミになりましたよ、兄貴。これで、ボタンを押しっぱにできればなー。やっと、ロボが仕上がる最後の戦闘だ。ここまでの最高効率でも、13時間もかかってしまった。
週末が溶けちゃいましたよ、兄貴。帰ったぞ、終わったか？兄貴、遅かったですね、最後の戦闘ですよ。どうやら、工数が出たようだな。兄貴、ここで60時間作業できれば、レベル99までいけます。すでにぬるい作業だな。今までの作業は何だったんだ？まだ、72時間だ、まだまだ焦る時間ではないぞ。兄貴、ほとんどが無駄な作業です。見よ、光り輝く、ロボの金色のボディを。兄貴、ついにロボが無敵になりましたね。うむ、これが、現時点での最強の防御力だぞ。これで、ラボスパンチに耐えられますかね？兄貴。うむ、今回はここまでにしておくか。兄貴、あと少しですよ。一応、ロボのレベルを上げてみたんだがな。兄貴、作業したの私です。これがダメだったら、レベル99まで上げるようだぞ。兄貴、作業したくないので、なんとかしてください。うむ、前人未到だが、次回で決着をつけるぞ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回、クロノトリガー、最強育成。決戦、バケツラボス、完結編。僕らのレベル1クロノが、世界を救えるか。寝てるだけか？